性もめちゃくちゃめちゃくちゃいい。作品の写真を持ってくればよかった。作品の写真持ってきます。そう、教材ビデオみたいになっちゃった。教材ビデオ、教材ビデオ言ってるけど、そうでもないよね。そう、そうか。いや、そうかもしんないけど。そうだね。じゃあ、大丈夫ですか？お手洗いとか。あ、大丈夫です。大丈夫です。このまま始めちゃって大丈夫ですか？そしたらですね。今一応これ白い絵の具を、まあ、溶いてるところというか作ってるところで今取ったのがニカワって、まあ、接着剤なんですけど、これでこう白い絵の具をまといて絵の具として使うっていう。この白い絵の具の原料というか 何なんですか？これはね、鉛白ですね。鉛の白ですね。鉛って白いですね。なんかこうそういう生成の仕方は僕もよく分かってないんですけど、これはあれですね、その日本画の絵の具として売ってるものじゃなくて、普通にその鉛白の粉として売ってるものなので、油で溶けば油絵の具になるしっていう、まあ何でも使えるやつなんですけど。鉛ってでも金属なのか。鉛ってなんか、じゃあ元は多分金属だと思う。そうなんですよ。僕も全然詳しくないと申し訳ないですけど、鉛白っていうのは結構昔から、大昔から使われてる白い顔料で、はいはい、今それで白い絵の具を作ってます、ね。材料から作る、素材、その絵の具から作るってすごいですよね。うん、それ結構、まあ、日本画の特徴かもしれないですね。うん、ちょっとなんか通じるものを感じるというか、うん、工芸的な気がします。工芸的って何なんだか分かんないですけど、あのこの動画にはないんですけど、あの、はい、岩絵の具っていうのは本当に天然のやつはその鉱物を砕いた粉末を、まあ、ニカワでこう貼り付けるっていう感じなので、本当に確か日本側は結構工芸に接近しているというか、重なってるところもだいぶあると思うので、その辺はかなり通じるところありそうだなと思います。銀行、僕は銀行ですけど、その作り始める時の材料って完全に工業製品的なところからスタートしてて、銅とか、まあ、アルミとかも板でくるんですけど、何ミリかける何ミリの厚みはこのぐらいでとかっていう、本当に板が来て、でそれって工場で作ってるものなんですけど、なんとなく別にもう慣れてるけど、慣れてますけど、なんかちょっと違和感が感じたこと、感じる時はありましたよね、うんうん、これから作るのか、うん、本当にじゃあその規格があって、そうですね、何メートルとかの、まあ、ね、鉄板とかも、うん、でそこからどれだけその素材感をなくすかっていうことってすごい大切だと思うんですけど、うん、自分がやってることの中で、だからその材料、素材から作る日本画のこの工程、だからなんか、なんて言えばいいんだろう、興味があるというか、うん、大切なところですよ。結構日本画の特徴としては、そのでは油絵だとしたら、まあ、最近別にいろいろあると思うんですけど、こう赤い絵の具で、まあ、リンゴを、まあ、描いたら、まあ、その、まあ、絵の具のこう物質感を押し出す描き方もあると思うんですけど、基本的にはその絵の具の素材感というよりは、まあ、その
リンゴの方にこう寄せることができると思うんですけど、日本画の岩絵の具って結構ザラザラしたりもするんで、どうしてもこう近づくとその絵の具の物質感が結構目立っちゃって、はい、リンゴを描いてても近づくとその岩絵の具のこうなんか粒子感がすごい出ちゃったりとか、だからどこまで行っても結構その素材感が強いっていうのは特徴として結構あると思います、ね、そういうことってそのいい悪いで言われることとかもあるんですか？ありますね。そのなんかなんていうかその普通に絵画として見た時に、はい、なんていうかな、そのやっぱどうしても日本画の魅力を語る時に岩絵の具の美しさとか結構そのまあキラキラしたりするんで、そういうところを言うことが多いんですけど、それはなんていうかな、その絵画としての魅力っていうより素材に頼りすぎじゃないかというか、なんていうかな、本当に宝石を砕いたみたいなものもあるんで、それをこう画面に貼り付けて、まあ、キラキラした、それはもちろん綺麗なんだけど、はい、なんかそれでいいのかみたいな、そういう角度で言われることは結構多分あると思います。もうこう素材の特性をうまく生かしてうまく使えてるっていう風な見方もできるんですかね、うんうん、そういうのもできますね。でもなんかこうそうなるとなんかそれをこう重ね塗りしたりして、なんかこう例えば動物とか描く意味って何なんだろうみたいな、はいはい、表現とは別の 技術的なこととか、なんかちょっと、多分なんか補足って言ったらまあ違うかもしれないですけど、なんかそういうことって工芸でもかなりありますよね。素材をうまく使ってるねっていうこととか、でもこっちではそんなに悪いことではないのかな、まあうん、見る人だって別に全然悪いっていうわけではないんですけど、そういうふうにこう言われることもまあ、うん、あるかなっていう感じですね。でもそのさっき自分が言った素材、元の素材を想像させないってことってすごい大切だなと思ってるんですけど、日本画では何だろう、その日本画の絵の具の美しさとかってことは分かった方がいいというか、何ですかね、その魅力を出すことも重要な、その辺結構難しいところで、なんだろうな、自分なんかはその例えばその群青の岩絵の具を、まあ、その画面にこう塗って、まあ、それが綺麗っていうのはもちろんそれはそれでいいと思うんですけど、あんまりそこに頼りすぎちゃうのもちょっと違うなと思っていて、例えば日本画のこうなんだろうな、画材屋さんにこう瓶に入った岩絵の具がたくさんこう並んでる、なんか大体こうポピュラーな画材屋さんの風景なんですけど、それってすごい綺麗なんですよ。でなんかこうそれなんかを見てると、なんかその瓶に入って置かれてる状態が一番綺麗なんじゃないかと思っちゃうんですよね、うん、だからそういうものを使って絵を描く以上はなんかそのなんていうかな、素材にあんまり頼りすぎるんじゃなくて、うん、ちょっと話がややこしくなってきましたけど、それを使って自分の描いた絵の空間とかの方に魅力を感じてほしいから、あんまりさ、岩絵の具のキラキラ感とかに僕は自分の絵の魅力をこう託したくない、まあ、いろんな姿勢があると思うんですけど、はいはい、僕としてはそういう感じになります。わかりました。そうそうそう、よくわかりました。でも一方でこういうすごいややこしい作り方をしながらこう作る絵の具とか工程に魅力を感じているところもあって、うん、その辺はだから結構矛盾しているところもあるんですけど、はいはい、いや手間ですよね。でもその手間って大切なんだろうなって、うん、なんあの考えは思うんですけど、ただ手間ですよね。そう、これは本当あの早送りで見てもらうと分かると思うんですけど、すっごい手間で、こうやって絵の具をなんかこうすり鉢でこう砕いて、なんかこう団子にして、それをまた溶き下ろしてっていうふうに作っていくんですけど、難しいね。いやでもそれすごい大切なんだろうな。確かにこんな意味がないっていう人もまあいるし、うん、あんまりここに意味を見出すぎるのもちょっと危険な感じはあるんですけど、うん、その狭間で結構揺れてる感じですね、うん、実際自分としてはこういうふうに絵の具を作るっていうのが好きっていうのもあるし、素材としては好きだけど、あんまり そこにこう精神性みたいなのをすごい出しすぎちゃうと
ちょっと危険なのかなっていうところがあって、うん、それはもうちょっと考えなきゃいけないことだと思うんですけど、だから結構でもその日本側の魅力としてこうなんていうかな、例えば5分を作るとき、この作業をやることでこう精神を統一し、はいはい、作業に入っていくんだみたいな、もちろんそういう面も確かあるにはあるんですけど、やっぱりなんかどうしてもあんまりそういう方に寄りすぎちゃうのちょっと怖いなと思ってて、あ難しいですね本当に。そう、精神性みたいなことって近郊でもすごい、うん、なんか感じるところがあって、ちょっと話変わるかもしれないですけど、日本画ってその海外、日本画っていうぐらいですけど海外ではないものなんですか？そうですね、これもすごい結構、まあ、ややこしい話になるんですけど、一応日本画っていうのはなんかこうすごい広い意味で言えばなんかこう、まあ、北斎とかも入ってくると思うんですけど、一応正しい定義っていう感じで言うと、なんかその明治になってその西洋の美術が入ってきた時に、それまであったこう日本のいろんな絵画をなんかこう一つにまとめて、まあ、作り出したのが日本画って呼ばれているもので、だからこう今日本画っていう時に、例えば日本画学科だったら、まあ、ジャパニーズペインティングって訳しちゃいがちなんですけど、海外の人にジャパニーズペインティングって言っちゃうと日本の油絵とか版画とか全部入ってきちゃうので、だからその日本画っていうのは難しいところがあって、その日本画の定義ってすごい難しいんですけど、いや難しそうですよね。なんかそういうジャンルがすでに決められているものの中で自分の表現をどこでにその入っていくかというか、どこに自分がいようっていうってすごいありますよね。伝統工芸とかありますけど、やっぱその中で伝統工芸だったらこれはやっちゃいけないこととかはやっぱりあるんで、でも日本画ってそういう意味ではもう伝統工芸、伝統工芸じゃない、伝統なんていうんですか的な要素がすごい多そうですよね。だからさっきの今作ったこうお団子で白い絵の具を作るみたいなやつはまさにその伝統的な技法っていうやつで、でなんかそのさっき海外にあるんですかって聞いたと思うんですけど、その海外から見た時のその今のなんかスパンスパン叩いてる時になんかその精神的な何かを感じるみたいなおっしゃってたと思うんですけど、そういうのってすごい面白がられますよね。あ、それは本当になんかそうだと思う。そうですよね。そうだから自分は結構今揺れてるのは、割とこう自分は絵のテーマとしてはなんかこうあんま日本画っぽくない、その花鳥風月とかじゃなくて結構まあアメリカっぽいものとかを描いたりすることが多いんですけど、なんていうのかな、そのまあ知り合いとかからこうアドバイスを受けるときに、なんかもっとこう日本画らしさを押し出した方がいいよっていう、確かにその海外とかで発表しようと思ったら、例えばもっとその金箔をすごい使ったりとか、うん、日本の伝統的な技法で描いてますよっていうのをすごい押し出した方が確か向こうの人は喜ぶっていうのもあって、あで一方でなんかこうなんだろうな、まあ、戦略的にそういうことを考えたくないっていうのもあって、でも確かに海外ではああいうのはミスター多分受けるんだろうなと思うんですけど、まあ、受ける受けないもすごい分かります、それも考えます僕も、うん、でもそのなんか日本にいるから、日本にしかいないからかなとも思うんですけど、そのなんか、うん、その海外の人たちから見た時 その自分たちがやってることの異常さというか、うん、ってきっとあるんだろうなって思ってて、さっきのこととかきっとそうなんだろうし、これやったのっていう、その貧困だと何だろう、単金とか、はい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 、単金だけじゃないと思うんですけど、そのなんかもうありえないぐらい その仕事量というか、なんかちょっと頭おかしいんじゃないのっていうぐらいのこととかありますよね。そうそういうことをはらんだ
出ますよね、やってることとかに、この自分たちが。その辺結構なんか工芸の人とは共通点が多そうな感じはありますね。なんか伝統となんか距離の取り方みたいな。そうですね。でその上で自分がの表現というかしていかなきゃいけないって、なんかやること多いですよね。確かに考えること多いかもしれないです。からなんかその縛られたくないけど、ここからはみ出たらもうこのジャンルではやっていけないとかもあるし、なんかそこまで自由ではないけど、でもいざ自由でいいよって言われたら、なんか結局そこでやってるかもしれないなとか思ったりするから、なんかちょうど自分はちょうどいいんですけど、今の工芸のそのなんかそこまで自分の 100% 自分の表現だけじゃなくて、素材をうまく使うとか技法を研究するとか、まあ、手で作ることとかっていう、いろんなその要素、工芸で必要とされているような要素がなんか自分にはちょうどいいと思ってて、 100% 表現って言われるとちょっとね、わってなっちゃう。自分はそうですね、なんかこう何でもやっていいよって言われたら逆に困っちゃうところが、なんかね、そう、それが自分はなんか逃げてるような感じもしてたんですけど、でももういいやと思って楽だし、楽だしっていうか、その人からしたら楽じゃないのかもしれないですけど、自分には居心地がいい、その作品との研究のこともそうだし、素材のこともそうだし、半々。あとなんかこう相手が相手のことな気はしてて、工芸ってすごい、もともとはその多分日本語もそうかと思うんですけど、あの屏風だと か、なんか生活の中にあるようなものかと思うんですけど、工芸もそういうところはものすごい最初はもう 100% そうだったのかなと思うくらいあって、だなんか表現だけど使えるものっていうところで存在価値はすでにあって、そこに自分、そのキャンパスに自分の表現をするっていうぐらいだから、なんかちょうどいい。それはでも確かにすごい羨ましいです。あの本当絵描いててでかい絵とかが溜まってくと、あの実生活に本当に何の役に立たないから。いや、まあでも、そうですね。いや、そのもちろんそのオブジェだけとかっていうものとか自分もすごい作ってるし あるんですけど、なんかベースにそういう世界かなっていうのがあるから、なんかね居心地はいいんですよね。あ、それはすごいね、分かりますね。だから 100% 表現しかないような、技法も別に特に何でもいいし、素材のこととか考えなくていいような、まあそのあえて言うとジャンルというか、の人たちって大変だなって思いますよね。それは本当にそう。なんかちょっと勝手な言い方だと思うんですけど、その確かにその他のことを勉強してるわけじゃないんで何にも分からない、僕が言うとそういう言い方になっちゃいましたけど、そう。いや、それはすごい分かりますね。なんか日本画っていう枠になんかすごいこう縛られてるようなところもあれば、そういうのがある、そういう基準があるからそのやっていけるところもありますし、それは結構通じるところがあるかもしれない。結構日本画でそのなんかこうアメリカっぽい絵を描いてたりすると、はいはい、日本画なのにこういう絵って面白いねっていうふうに言われるんですけど、なんかでもなんだろうな、それってある意味そのなんか前誰か例えて言ってたんですけど、なんかこうテニスのラケットでこう卓球できてすごいねみたいな、なんかちょっと例えが難しい。逆か あ、違うか。どっちもでも海外のあれですよ。まあでも分かります。でもなんかそうだったら逆に言えば、だったら最初から、卓球のラケットで卓球したらいいじゃないかみたいなところもあって、だからわざわざ日本画でやらなくたって、その画材に合った、じゃあそのテーマに合った画材を選んだ方がいいんじゃないかみたいな。あ、でもそれってその、すごい分かりやすい。と思うんですけど、その人がやりたいことってそのなんかそこが面白がってるわけですよね。その日本 の伝統的な技法で描いて、そうそうそう、あの海外のっぽい絵を描くって
てっていうこと自体がコンセプトですね。そういうやり方もあるし、でもあんまりそのなんか日本画なのにこういうの描いててっていうの頼りすぎ、いやそれ頼ってもいいんですけど、だからはっきりした方がいいですよね、多分姿勢を。あ、私は日本画なのにこういう絵を描いてて面白いですっていう姿勢でいくのか、それともなんかそういうの頼らず普通に絵として面白い絵を描いていきますっていくのか、ちょっとそれがまだねあんまはっきりしてないところが。それって、え、自分の話ですか？自分の話ですか？そうそうか、よろしくないなと思うんですけど。そうか、自分の話か。だからそうか、結構学生の時はもっと明らかにそのアメリカっぽいものを描いてたんですけど、はい、最近はどっちかっていうのはそのなんかあんまそういう方向じゃなくて、絵として面白い絵を描きたいなと思ってて。あ、そうか、その辺が日本画と の, その距離の取り方が結構難しいな。そうですよね。さっきその日本画っていう技法をあえて使ってあえて描いて、あのアメリカっぽいっていうんですか、結構まあそういうのが多くて、あ、描くっていうのはすごいその日本画の技法に縛られてるというか、守られてるというか。そうそうですね、本当にそうだと思う。ああ、今ちょっときついことを言ってるのかもしれないですよね。いや、まあ本当にそういう自覚は結構あるので。そうそうそう、なるほど。からまあでも別にそれ、そういう姿勢でもいいと思うんですけど、うん、態度をはっきりさせなきゃなと思ってます、ね、作家として。作家としてやっていかなきゃいけないわけですもんね。そうなんですよね、大学出たら、ね、本当にそう。その辺がまあちょっとニュアンスは違うかもしれないですけど、工芸の人もそのなんか伝統工芸との距離の取り方っていう意味ではちょっと近いところあるのかな。そうですね、はい、工芸のとこ中にいるから面白いがられてるんだろうなっていうふうに思う作品を作ってるなって自分でも思います。うん、これは普通にその造形だけ、造形として見たときに別にそんななんだろうなとか、なんか多分本当にそうだ、うん、でもまあ僕はもう工芸の世界、工芸の世界っていう言い方もちょっと良くないのかもしれないけどにいるから、まあそこで面白いものを作ろうっていう、その中で課題みたいなもんですよね。いろいろ決められた中で一番面白いものを作るっていう課題があるから、その中だからこそ人と違うものが作れるし、うんうんうん、そう、何もなかったら正直何もなんかね、面白いものって何と比べたら面白いのっていうこととかになっちゃう、うんうん、から、なんかでもクリエイティブなこととかの中でジャンルがあるってなんか変だなって思うんですよ、一方では。そう、うんうん、何してもいいことなはずなのにっていうのはあるけど、まあちょっともう考えないですね。多分学生の頃とか考えたりしてたけど、今でも多分会話の中でその日本画とか伝統工芸 の, あの向こうにあるものとして多分現代アートとかの世界を指してるけど、多分現代アートの世界はそれはそれなんかいろいろこう、そうなんでしょうね、多分制度とかルールがあると思うので、またね、そうジャンルって何なんだ。本当に自由な空間に行けることは多分ないと思うんですけど、でもまた結構考えますね。確かに、まあ、ちょっとその勉強してるわけじゃないから分かんない、うん、勉強すれば分かる。もう金属バカみたいになっちゃってます。金属だってそうですよ。金属しか使っちゃいけないわけじゃないはずだけど、でも金鉱っていうところだったらそうだし、うん、もちろんなんかあえて他の素材と混ぜるとかっていうこととかってすごいあると思う。それはそれであると思うんですけど、うん、なんかちょっと違った見せ方になっちゃうというか、そこで一つね、表現とは別にそのあれと混ぜてる人だよねみたいなところで一つね、くくられたりすると思うし、なんかこう人と違うことをしたいけど、でもこっからは出ない方がいいっていうのは確実に、あ、なんか自分的にはあります。そこから一歩踏み出るのはちょっと勇気がいることです、ね。キャンバスの話ってしましたっけ？なんか、あ、まだしてない。枠、この画面の、うん、のこととかってすごい気になってることの一つだったんですけど、キャンバス、さっき僕工芸の話した時に、なんか物使うものっていう
えるものってところで、それが一つのキャンバスだから、うん、その中に自分の表現をすればいいので、なんかキャンバスの形のこと、例えば器だったらその中に表現すればいいで、器の形であることを特に言及って必要ないと思うんですけど、うん、でも日本画とかそういう、日本画でも今聞いた話だと日本画はちょっと違うのかもしれないですけど、油絵とか絵画ですか、うん、でなんかその、うん、キャンバスを決められてるわけではないのかなって思うんですよ、キャンバスのから、うんうんうん、そこで四角いキャンバスに絵を描いてる人が多いこととかってどういうことなのかなって、うん、確かに、なんだろう、今こんだけ別にね、いろんな偏見の画面だと作れるし、どんなやり方でもできるんだけど、確かにこの四角い形ってのはすごい、まあ、うん、大半の人はそれを使ってやってて、うん、これはでも結構難しい、あれ、それも一つのその業界じゃないか、ジャンルのルールというか、うんうん、なんかそういう人たちがいっぱいいるから、そこから一個はみ出ちゃうとまた違う目線というか、なんか意図がそこにあるのかなっていうのが真っ先に来ちゃいますもんね、うんうんうん、確かに、まあ絵画のコンクールとかは結構そもそも学装が条件になってるのが結構あるんで、なんかすっごい立派な額に入ってる絵とか見ます、うんうんうん、何なんですかすごいですねあれそれはそうなるとやっぱその四角い、だからまあ四角い画面に限定されてるやつも結構多いだろうし、うん、まあ、元々といえば何なんだろう、結構、うん、まあさっきちょっと言ったか分からないですけど、日本側もともとそのそういう四角い画面に描くっていう伝統はあんまり、日本の絵画はあんまりなくて、結構生活と密着してたので、まあ、襖絵とか四角いですけど、はい、まあ、ちょっと違う形だし、うん、襖とかまあ屏風とか、あとまあ巻物とか、うん、掛け軸とか、うん、まあフレームで言ったら四角いっちゃ四角いけど、うん、ああいうシンプルなこう四角い画面じゃないものが結構多かったと思うので、うん、屏風なんかこうジグザグにこう畳まれてるし、うん、その辺はちょっとまた話が違うと違うんですけど、確かに西洋からこうああいう四角いキャンバスの文化が入ってきたら、そういうものは割とまあほとんど絶滅して、まあその家から床の間がもうなくなったっていうのも大きいと思うんですけど、今現状日本側は確かにその四角い画面がほとんど主流なので、うん、その辺はまたねすごいあのややこしい話になってくるんですけど何だろうな、何て言えばいいんだろう、でも自分がこういう四角い画面に描いてるのは何て言うかな、さっき日本画の話もそうかもしれないですけど、ある程度枠が決まってないと結構何もできないというか、僕の場合はその画面がここまでですよっていう、この範囲の中で構造を考えてくださいっていう方がちょっとまあ作りやすいので、うんうん、こういうふうにやってるところはあって、うん、確かにタイプによってはそのちっちゃい破片をこうちっちゃいドローイングみたいなのをたくさん作っておいて、それをこうわーっとこう切り張りして無限にこう増えていくみたいな、はいはい、そういう作り方の方が好きな人っていうのも確かにいて、そういう人にとってはそういう四角い縛りはもう邪魔なだけなのかもしれないですけど、僕の場合はそういう風になっちゃうとちょっと何していいか分かんなくなっちゃう感じなんで、四角い枠前提でやってますね、うん、これ多分芸文の人とかそのちゃんと美術の批評やってる人に聞いたらすごいあのそれだけでずっと話せるようなテーマ、そうですよね、ちょっとあまり詳しくなくてましたけど、いやいや、いろいろな人と話してみたいですよね、実は、うん、確かにそう、全然話してこなかった、確かになかなかまあ話す機会もないですよね、うん、そうそう、あの結構なんか話題が話題があってよかったです、いや、そう、これって雲描いてるんですね。今これは女子展に出すすごい大きい絵の、まあ、下地が作り終わってちょっと背景の雲みたいなのを描いてるところなんですけど、ちょっと引きの絵がないんで、うん、全然分からなくて申し訳ないんですけど、そうですね、こっち側にちょっと下書きしておいた雲があるんで、はいはい、うん、それを、まあ、一個描いてるところです、
一応今後こういう雲がもうちょっとたくさん増えて、でさらにその上にいろいろものが増えてくる予定なんですけど。割とこの動画で描かれてる絵は技法って言えるような特殊なことは何かやってるわけではなくて、そうですね、スタンダードなって感じなんですかね。今この段階ではあんまり、さっき溶いた絵の具を普通にハケで結構、まあ、技法といえばまあその霧吹きでこう画面を濡らして水でぼかしながら描くっていうのも確かに伝統的というか日本画の特徴ではあると思うんですけど、それは本当にすごい基本的な感じなんで技名みたいなのがついてるわけじゃないんですけど、あ、僕あのちょっと自分の話になっちゃうんですけど、中学生の頃に美術部だったんですよ。で先生が日本画の先生で絵画ちょっと習ってたんですけど、はい、なんかその時ってもう結構こういう、まあ、当然中学生なんで二川でとか全然やってなかったんですけど、僕がこれ見てちょっと気になったのが、そのこの絵かなり大きいじゃないですか、はい、全体のその図というか構図はもうこれ決まった状態で描いてるんですか。それは結構あれですね、僕はこの絵は結構特殊なところで、ちっちゃい絵は結構その構図をしっかり最初に作ってから考えるんですけど、こう大きい絵は結構考えずに始めることも多くて、今のところ頭の中でその最初に雲をまあこう描いて、一応その上にこういうものを配置しようっていうなんとなくのあれはあるんですけど、でも今回はちょっと途中描きながら考えていこうかなと思ってですね。だからちょっとまあ雲を結構ランダムに描いてみて、その雲を描いたその結果を見て次の手を考えようかなと思ってるんですけど、結構怖くないですか。かなりその怖いというか、で本当にずっと描けるんだったらいいんですけど、結構女子店締め切りが割と迫ってるんで、今これ撮ってる時点でも結構もう近いですもん。そうこの撮ってる時点で結構もう近いので、僕作り始めてないですまだ。材料って割とねゴールがちゃんとあるから。あでも僕もその完成形はあんまり考えてるやつもありますけど、全然なんか大体こんな感じだけど、もうなんかあとは現地でだなというか、アドリブだなっていうのはすごいありますね。なんかその学生とかと、いや今ちょっとタイムリーで3年生の進級制作展っていうのが今展示が始まってるんですけど、なんかそのなんていうんだろう、そういうやり方をやっぱりこう学生の中で、まあ、今年はちょっといないかもしれないですけど、作りながら考えていくみたいな子がたまにいるんですけど、やっぱそういうのってこう慣れとかテクがすごい必要な感じがしてて、なんていうんでしょうね、その辺のロジックっていうか、例えば今これ雲が描かれてるけど、この次の一手って何基準で決めていくのかなっていうのすごい気になってて、そうですね。なんかでもこれは答えを探しながらやってるから今パッとは出にくいですよね。あ、一応なんか本当に何のあれもなく始めたっていうよりは、なんていうんですかね、一応そのテーマとしては、こう日本画の結構空間がこうなんていうのか、割とその何でも見える結構ぼんやりした空間っていう魅力が結構僕は好きで、例えば雲を描いてれば空にも見えるけど、ここに何かこう浮いてるものとかを描いたら、まあ、壁みたいな、壁とか床とかみたいに見えるし、で一応そういう一個のまあテーマだけ設定して一応始めてみたので、まあ雲を描き終わったら、例えばここにこうポスターが貼ってあるみたいな状態で描いたら壁の面にみたいに見えるし、なんか一応そういうテーマだけ決めてやっていこうかなと思ってるんですけど、確かにすごい怖いですね。なんかこう綱渡りに似てる気がしてて、本当にそうかもしれない。なんか
こかなと思って始めた一手が全然ミスってた時のリカバリーって、うんうん、日本画ってできるのかなっていう。一応まあちょっと絵の具を洗い流したりとか上からまた描いたりはちょっと多少はできるので、まあでもあんまりやるとその材料も結構傷んじゃうんで。ですよね、なんか繊細ですよ。そうなんですよ、下の紙が結構傷んじゃったりもするんで、あんま失敗すると本当にもうドロドロになっちゃうんですけど、その辺はもうちょっと頑張るしかない。気合い、気合い、気合いで。そうっすね。なんか思ってたとこと違うとこで意外と2人のジャンルリンクしてたっていうか、良かったですね、素材の話ね、良かった、見つかって。そのなんかあれです、ね、さっきちらっとおっしゃってましたけど、もっといろんな人と話してみたいですよね、それこそ芸文の人とか。確かに確かに、上手にできなかったです、そこら辺の。あんま全然喋らずに来てしまった。誰とも喋らずに、誰とも喋らずに。なんかちょっとね、こんなにいろんなジャンルの人がいる中であんまり話せないってちょっとなんかもったいなさ感じちゃいますよね。確かに。まあでも日本側の人と話せる機会だったっていうことで。あ、僕ですね、ありがとうございます。当てつけがましかったです。